始ま,りました始まりました「ミリニャルーム」あまたこっちにカメラやっちゃった <laughs> えね今日さあのいつもと違う端末で配信してるんですよ。なんかいつもは前使ってたその w i f i 繋がないと使えない。 iPhone でやってたんですけど今日はなんか w i f i の調子悪い悪くてあのー、普段使ってる 4G でやってるんですけどなんか画面がめっちゃ広いの広くないびっくりしたそうだから今日は結構普通の距離感です <laughs> 今日ねショールーム確かに結構みんなやってったよねねえやってたねあそっか w i フ f i 繋がらない状態だったりするのねそういうことかでもね今日のあのお昼ぐらいのティティさんとのインスタのコラボ配信も <laughs> なんか全然ダメでネット回線が <laughs> そうなんか最初はやばかったよねごめんね そう反省してる <laughs> はい反省してるありがとうございましたインスタライブでお洋服買ったよーってなんか女の子からすごいあの コメント頂い,いてめっちゃ嬉しい恐れしようあ今日今も着てますこのニットもすごい可愛かったコメントとかしてくださったことありがとうございましたなかなか読めてなかったけどあの心の中で読んでた男の子も女の子もありがとうございましたありがとう そう前髪ねちょっとあのー、昨日ぐらい自分で切ったのちょっと伸びてたからよく分かったねそうありがとういろいろコメントもありがとうございますありがとうえまずあれやっとく あれやっとくだけあのこ,こちらのことをちょっと言っとくねそうあのまずあのー、えっとね通常販売の方完売したみたいで本当にありがとうございますあのー、私もなんだろう想像以上というか私が思った以上に結構反響がありましてとても嬉しいですはい実物はこんな感じですありがとう買ったよ 言っててくれるる方結構いるありがとう最後にねちょっと宣伝というかあの紹介しようと思ってどんな感じか分かんない人もいると思うから表はこんな感じになってます表っていうかまあ、リバーシブルなんだけどこんな感じ結構ツヤっとしたあの生地感ですこちら側こっち側はねチェーンつけるのがおすすめかなかわいい感じで結構ね あの甘々だとは思うんだけどこういうシンプルな服にも合うからうんなんかなんだろうちょっと自信ないよって方もあれ意外とシンプルでいいかもって思っていただけるかもしれない、まあ、男性はこっち側使いにくいと思うんでこちら側はねあの またリバーシブルにするとこんなこういうシンプルな感じのバッグになっておりますこうですね裏にはスイテストメンバーの後ろ姿も入ってたりしますでこっち側はこのなんか普通のやつつけるのがおすすめかなねあリガート」使ってねでねこれがね こっち,側があちょっと磁石だからすごいくっついちゃうがあの磁石になっててこんな感じで止められます。チャックはついてないんだけどね磁石で止まりますという感じですかね。と販売が今日の23時59分までだからあとね本当にもう少しなんだけど是非気になってくださった方は。 もしよかったねぜひあのまだ間に合うんでそう一からね考えさせていただいてうんそうそうなんですあと何言おうとしたんだっけそうあれ何言おうとしたんだっけいろいろ言おうとしたんだけど忘れちゃった <laughs> いやーあそう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 ,う5500円っていう ちょっとなんなんだろうなグッズとしてはやっぱり結構高めというか手の出しやすい価格ではないんですけどそう、ね、いろいろこだわらせていただいてだからねそう安いものではないからうんそう <laughs> あの買ってださった方本当にありがとうございますという気持ちです。 いややっぱりねこうやって自分がこだわって作らせてもらったものを皆さんが気に入ってくださるのはすごく嬉しくてもう本当にねなんかなんて言えばいいんだろうそうやっぱりね愛情が生まれますのであのすごいこだわったものにはだからあのね <laughs> 嬉しい。 公演語彙力がないけど嬉しいですありがとうございますはいぜひあのお会いできる日がありましたらねその時はぜひ身につけてくださいありがとうございます本当に全員に「ありがとう」と言いたいけれども今日はじゃあ <laughs> あなたに向かってありがとう終了しそうになっちゃった「あぶねあぶね」 <laughs> ちょっとギフト読んでいくねちょっと溜まっちゃったなんかすごい待って初めてのギフトがあるえ何これ「桃太郎」どういうこと <laughs> 日本一って書いてある <laughs> ええこんなギフト増えてたの知らなかったこれタワーってことよねきっとじゃあ一回えっとクマの方からポ,ポポポっと読ませていただきます、えー、クマヤキピョン 赤ちゃん、六、水野重道、洋介、ちえりひろくん、あやなつ、MKT、ひろくん、え？十個、<laughs> 変な声出ちゃった <laughs>。かける十って書いてあった。ありがとうひろくん。そうわかった。この前えっとタワ読ませてもらったけど、カメコのひろくんわかった。 あの誰推しって言っちゃったけど大谷推しでした <laughs> ありがとうもうね覚えたありがとうひろくん益清カズリンチョウが10個クマ10こちらもクマが10個だったありがとうなんかいつもクマな気がする10個 <laughs> ありがとうカズリンちょ今日本来だったら会えてたのかなね 見てチキフありがとねいつもいいれとるよありがとうカズリンちょあとはクマユーミンリュウ大谷翔っちゃんウキウサギ赤ちゃんロク水野寿蔵 めっちゃさっきと同じ人だったからびっくりしちゃったあれどこまで読んだっけあやあれあれちょっと待ってこれさバグってないえ私が読み間違えてるだけ、うん、上から読んでいこう水餃子ひろあき竹若丸じんじんが2つじん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  まさやきが3つあくは3つだ正規正規ありがとういつもゆうまクラウンいっちゃん大谷志穂ある読んだここらへんりゅう読んでないかゆうみんあここらへん読んだマスキヨえこれさちょっと聞いていいえこれダブルで表示されてるんだけどさ えっと聞いていい <laughs> みんなに聞いていいひろくんさんとカズリンちょさんは熊「くま 10×10」を2回送ってくださいましたそれとも私のところがバグってるバグってる気がする <laughs> めっちゃ同じ表示されてる2回 2> どうなんでしょうか ねずっと指で映ってでしょあ一1回だったごめん <laughs> じゃあ表示が番組1回だけを本人から頂きましたじゃあバグでしたごめんねありがとう教えてくれてありがとう助かりますいつも教えてくれてあのねそうちょっとこのね音さめっちゃうるさいでしょあのね フレットさんのお家をまを、あ、最近なんだけど網違うおトイレをね網のおトイレから網を外して砂だけにしたんですよそしたら、まあ、そこでおトイレはしてくれるんだけどなんか遊んだりもしててその砂でねシャーってだから結構ショーラム中音することが 増えるかもしれないそう遊んじゃうんだねでもお掃除は楽になったからまあ <laughs> まあね音はしょうがないかなって感じそう前動画見せてよねそ,うそのその日から砂に帰ったんですよ 遊んじゃってるっ聞こえる聞こえてそうえっとじゃあ「タワー」みたいなやつ読んでいくねえっねねこれさ2個あるなんかさ「まあ、桃太郎」みたいなやつと何これ何に乗ってるの馬何何に乗ってるのこれでもこれもタワーってことだよねあ音すごい聞こえてる <laughs>。 じゃあちょっと読んでいくねマッサンがタワーあれなんかめっちゃ久々な気がするんだけど <laughs> ありがとうマッサン魔王の下木下木っても下木じゃないのわざと <laughs> ありがとう戻っておいてマッサンありがとうえー、もう一個マヨだマヨちゃんあそう私 あのワンピね買ったよあのね頑張ったえっとねこじはるさんのブランドのねチェリーンピのブルーのやつ買ったよそう教えてくれてありがとうそこからねこれ慣れないわこの配信の違うこの端末慣れないからちょっと止まっちゃうどんどんえっと次がゆうたくんが タワーだありがとうゆうたくんゆうたくん初初じゃないですかあれ違うかなゆうた君ありがとうツイッターやってくれてるかな私アイコンかなもしやリプ見た気がするけどそのゆうた君かわかんない <laughs> 初だよねありがとう <laughs> じゃあこれからもっと仲良くしてください ありがとう。好きになってください。<laughs> ありがとうね、ゆうたくんあとはこれはえこのさえなんだこれえこのさえ三つあるタワーカエル？にこれ猫とカエル？えこれさなどういうあれどういう題名？ このギフトえっとねあるねうまい棒さんだあ私前も読んだよねうまい棒はコーンポタージュが好きって話したわありがとううまい棒さん <laughs> うまい棒はね食べてないよなかなか最近は食べてないでも食べたいうまい棒さんありがとう今日も。 <laughs> あとはなるみなるみだなるみだありがとう今日もラブ <laughs> なんかさ画像の加工とかもして送ってくれてるよね素晴らしい女子力手前も言った気がするありがとう これ一回も追いかけてください。指。邪魔ですか。もう一個読む。タワーが。ラマン。あ。<laughs> ラマちゃんだ。ありがとう。ね、ね、ね、いつも歌ってくれてるよね。ありがとう。 大,大丈夫家計の方は <laughs> いやーあのねギャグ線が高くて好きなんですよ <laughs> そういつもねちょっとニヤニヤしながら、えっと、コメントとか読んでおりますありがとう続けてねこれからも <laughs> ありがとうございますじゃあちょっとまたコメントをいった読んでいくね ギフトありがとうございますちょっとまままたた読ませていただきますーあそうそうそうさっきもコメントで結構ありましたけれどもあのそう YouTube の方に私の毎日メイクが投稿されました昨日今日はねあの今日はアンナのカープのおしゃべり動画でそう昨日だったんですけどそう ありがとうございましたいろいろな反応とかコメントとか。ねえんかね私はその投稿される前にちょっとね不安不安というか怖い怖いというか何て言うんだろうなまあ、いろんな気持ちがあってどうなのかなという不安な気持ちもありましてまあ楽しみな気持ちももちろんいっぱいあったんですけれどもねそう。 まあすごくやりたいことだったんですよそのメイク動画を YouTube に上げるっていうねそうだからとても嬉しいでそれが叶いましてめっちゃ可愛かった本当ありがとういやー怖かったあの怖かったのはなんだろうまあいろいろだけどうんでも最終的にはすごい よかったなと思った <laughs> <そ>う <laughs> なんだろうなそうやっぱりね自分の SNS よりかは YouTube ってすごい幅が広がるからそう見ていただける人とかも全然多分違ったなんだろう層の方が見てくださるからね まあすごく良かったです出すことができてねいろいろたくさんね協力していただいてね <laughs> な,なんて言うんだろうすごいいい動画というかまあ自分で言うのもあれだけどそういろいろ協力していただいて嬉しかったです すごいうるさいすごいうるさいよ <laughs> そう。いろいろねまたこれからも自分のやりりたたいいことととかも発信しててけたらなと思っておりますそうそうあの昨日ねみんなからメンバーのみんなから、まあ、眉毛をおねだりしたというかそういただいたんですけどねだから今日朝さ起きたらちょっと増えてるかなと思ったんですけど。 まあ変わってなかったですよね <laughs> そう,そう眉毛はねずっとなくてそうメイクでごまかしておりました <laughs> まあねインスタライブとか今までもね若干すっぴんですって言いながらも眉毛だけは絶対描いてたから本当の素顔はね見せてなかったんですけどこの。 機ににね <laughs>、まあ、楽になりましたなんかなんか吹っ切れた感じはしたからとても良かったと思います、はい、いやでもね良かったそう眉毛がないことがちょっと反応が怖かったんですけどみんな優しかったからすごいね安心しましたありがとうありがとうございますありがとうありがとうありがとう あと YouTube のコメントもさすごく温かくてあ私全部読みましたそう全部読んでるんですけどすごい優しかったですあとまあなんか面白いコメントとかもあったりしてすごいなんか心が穏やかになりましたなんだっけ面白いコメントすごいね印象に残ったコメントがなんだっけなんかねなんだっけな すごい勢いのあるコメントですごくね笑っちゃった面白くて嬉しかったですそうちょっとギフト読んでいくもう一回そうだからねこれからこれからねみんなの私もだけどみんなの動画が上がっていくのでぜひぜひあの 見ていただけたら楽しんでいただけたらなと思っておりますノイミーちゃんも一緒のチャンネルなんでもうすごい盛りだくさんだと思うだから私もすごい楽しみですみんなのいろいろが見れることが楽しみだよクマ呼んでいくねクマあファット J さん <laughs> テルリングロクリュウダイチアオニヤスアキさん青丸あーちゃんナメちゃんファットジェイロクさんマヨ正キ。 タカルン、ファットジェロック、リサチン、ガニコ、リサチン、リサチン、ありがとう。あとは、ジューゾウ、アントニオ、イッチャン、ですね。ありがとうございます、クマ。指、こっち側にした方がいいのかしら。じゃ次は、こうしてみるね。 なあでもあっえっどっちもダメなのかあでも左手でやった方がいいかもね左手でやるわえっとねタワー読んでいくねタワーみたいなタワーもどきみたいなやつ何んだろうこれ面白っありがとうえっとねー にへいさんだ <laughs> ありがとうしかもこれ「カエルとねえっ「カエルと猫」これもしじゃじゃあ私が猫で二瓶さんがカエルってこと <laughs> 絶対怒られるわこれ <laughs> で。でニコも「ありがとうにこ今日見てくれたんだね」最近全然やってなかったからねちょっとやっぱロスでしたよね。 ロスだったでしょ <laughs> もう毎日ロスなのは知ってますが <laughs> ありがとう二平さん二平さんに会えるのまた楽しみにしてるよありがとうあとはショ翔くんって言おうとしたけど私は翔って呼んでるわと思ってやめた。 ありがとう、日本一って書いてある <laughs> あということは日本一ミーニャーが好きってことなのではないでしょうか <laughs> でもそしたら「うん」ってうなずいてくれそうなんだよね <laughs> ありがとう翔くん翔ありがとうあとは読んでます読んでますよ あマッサンだあれ2個目じゃない2個目よねマッサンありがとうありがとういや嬉しいよ本当に久々に来てくれて元気だった元気だったか気になるでも元気そうウィ <laughs> ーニャのウィーニャの下僕のマッサンです そこんとこよろしく <laughs> ありがとうございます。あともうけえなんかさ私今さびっくりしたんだけどこのここを見てびっくりしたのこんなにタワー立ってるって <laughs> いつの間にか <laughs> ありがとうございますななんだろう多分いろいろなお祝いですよねそのサコッシュ完売の件とあとはユーチューブ のメイク動画を、メイク動画おめでとうというか、メイク動画出せたねっていうお祝いですよねきっと。ありがとうございます本当に。ありがとう。ちょっと読んでいくね <laughs>。いや、ありがとうございます。いやほんとに見てくださるだけで皆さん嬉しいです。ありがとうね。でもちょっと今から読んでいくねギフト。マヨマヨだあありがとう。あれ ?2 個目え、これさ、バグ バグですかえっちょっとまよちゃんまよちゃん2個目立ててくれたもしよう教えてマっサもさっき読んだけどこれ2個目違うのかなもしかしたらささっきのバグがつえっ <laughs> バグかいねえバグかいクマ投げたあじゃあタワーじゃないのかもねえちょっと待ってあの私のとこに 違うねじゃあバグだねありがとうでもちょっと私も聞くね随時あれってなったらこれね私の画面がおかしいんですわさっきからちょっと途切れちゃったからかなじゃあちょっと探していく他にえちょっと本当にわかんない でもちょっとこの本当にわかんないって言ってる時間もあれだから読んでいくねちょっと上から読んでいくじゃんごめんねまたしてま <laughs> たしてというかダメだ私すごい画面終了しちゃいそうになるいやもう51分だよ上から読むえっとタワーがガオーさんだあ分かるよガオーさん結構来てくれてるよね書類もありがとう 私このポーズよくやるガオありがとうガオガオちゃんって呼んでた気がするえ覚えてる懐かしい懐かしいありがとうあとはねあやなっちゃんだあやなっちゃんだーありがとうヘレットガイのヘレットガイのあやなちゃんわかるよもうもうね私たちは 絆で結ばれております <laughs> ありがとうなつ <laughs> ありがとうえっとあとはゆいあこれはこれはゆいだね <laughs> ありがとうえなんかさ思い出すめっちゃ最初の頃のショールームとかずっと見ててくれてる好きだよ <laughs> 好きだよ あそっか今ゴールデンウィークだから結構時間あるのかなもしやありがとうよ読んでくれてじゃない見てくれて好きだよ今もずっと <laughs> ありがとうあとはあえっ、ー、とねちょっと待ってまだね大丈夫だよ時間は秋きとあとが日本一のやつだ <laughs> ありがとう カメラ界日本一 <laughs> 今日もありがとうございます嬉しいそろそろライブやりたいわまあ毎回言ってるけど <laughs> ねーあ結構ねメイク変えたのも気づいてくれてるよねさすがだなって思いますいつもありがとう女子力高い で、もう一つがお城のタワーですねお城のタワーがユーミンだありがとうなんかこの中だとお城のタワーがすごい目立って見えるありがとう、今日もユーミンユーミンのね、結構甘々な感じはとても好きでございます <laughs> これからも甘々で来てね ありがとう。あとはもう一個でがねえ、姉さんだ。姉さんがもう一個、三個目もしやありがとう。どうですか最近は？うん,ふんうんうんうん。あ、なるほどね。言わんのね。わかりましたよ。まあ言われなくてもわかってます。<laughs> ありがとう。 そしてもう一個日本一ライブ中に熱い視線を注いでくださる人ってことかな <laughs> ってことかなじゃないけど <laughs> ありがとう今日もありがとう熱い視線感じてます私 <laughs> ありがとう そう今ね結構ギュッと読んでる時のね皆さんのねコメントがね結構好き面白いの <laughs> 見てないようで見てるんですえこれぐらいかなこれさ読み終えましたタワーさんタワーさん読み終えましたえひヒロくんヒロくんは2個目じゃないね 私ヒロくん読んだ教えてヒロくんさっき読んだあれ教えてもう分かんなくなっちゃうあもう一個 <laughs> ごめんありがとうもうねバグってんのか本当なのか分かんなくなっちゃうありがとう <laughs> ヒロくんだ もうね完全に分かったからねヒロくんの存在をねライブ中を見つけるからヒロですって <laughs> ヒロですってやってください <laughs> これからもありがとういつもタワーはまだね読めてよかったありがとう皆さんありがとうございますあじゃあちょっとここでギフト一旦終了させていただきますありがとうございますもうちょっと早くからやればよかったね みんなありがとう。ちょっとまたギフトも読むね。あと4分。まあ大丈夫ですよ。ゴットン食べたい。あそう、あの今日載せたよね。そう、中本のラーメンあのね。でもね、あの1つ謝る。ごめん。あのね。あれ食べたの？今日じゃないの？<laughs> ごめん。<laughs> あの結構前えっとね。1周2週間前ぐらいかな。<laughs> そう。あのね。私結構実写投稿するのよ。今日あたかも。 今日食べましたみたいな感じでねのせちゃったりするんですけどねあの違うんですでもあ本当に食べたよあれはでも今日じゃないのしかもあれなんか起きたてに食べたんだよね前2週間前ぐらいに2週間前ぐらいにそう起きてまあ朝だね朝食べたよね <laughs> しかもさあのこれさ本当にまあ秘密なんですけど スープ残るじゃんゴットンラーメンとかまあねスープ残るじゃんあん中にさ玄米入れて食べてよね <laughs> そうあなん中に、ね、玄米入れて食べちゃったんですよプラスでねさすがにその玄米の写真は載せられなかった怖くすぎてこいつ食いすぎだろうって思われるかなと思って <laughs> 載せなかったんですけどまあプラスしちゃってましたね発生してます 美味しかったかからね、いいんですしかもね白米じゃなくて玄米なんで、ね、まあね実質カロリーゼロってところもありますしうん美味しかったので真似してみてくださいちょっとギフト読んでいく <laughs> えどこまで読んだかなあっあんね分かったよちょっとここらクマは読んでいくねいっちゃん 青丸楓、稲熊マヨシホ大谷シホファットジェあとはやばい時間がないミサみたいになっちゃったゆ <laughs> かファットジェヨシケありがとうございますクマもあとはタワーが えっとね、最後かなトールトールちゃんトールだ最後はトールさんでしたありがとうトール <laughs> 今日もありがとう来てくれてありがとうねーお父ちゃん毎回呼ぶありがとう今日も日本一ウィーナーのこと好きでいてください <laughs> ごめんねちょっとね最後バタバタになりましたランキングをじゃあ早足で駆け足で読ませていただきますえー、13位マスさんありがとう12位なるみんありがとう11位あこれいけるか ?11 位ラマンありがとう10位ノっチありがとう9位アキトありがとう8位ショウありがとう7位ユウタありがとういけるかえ六6位ユウミンありがとう5位綾ツありがとう 4位マヨありがとうえこれいけるえー、3位かずりんちゃんありがとう !2 位ヒロ君ありがとうそして1位にへさんありがとう今ありがとう間に合った息止めてた今止めてないけど息止まりそうだったありがとうバイバイ